BLT さんの撮影をしていただいて、1月22日発売なので皆さんぜひ見てください。見てください。なんか結構なんやろ、割と素な感じっていうか、特にあれしてくださいこれしてくださいみたいな感じではやってないから、まあ素の素の感じのケイトが見れるんじゃないかなっていうふうに思います。そう、インタビューもいっぱいお話ししたので、どの話が乗るかわかんないですけど、よいしょ、いっぱいお話ししたので見てください。あ、今日あれなんですね、2021年初めての配信ですか。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ね、全部の話がなればいいけど、多分そんなに全部は大変だと思うので、どうでしょう、わかんないです。確かにテロップに入れてみる。なんか今年初めてだったっけ、なんかそんな気しないですね。まあまあまあ、今年初めての方もいらっしゃるかもしれないので。あ、1日に見た、1日に見たか、2回目ですって。2回目でした。嘘でしたね、思いっきり嘘つきました。確かに やりましたね。そうや、なんかグループなんか解体の話とかなんかやりましたね。 D グループとか言ってました。はい、まあおめでとうございます。受けましておめでとうございます。初めての方もいらっしゃるのできっと。わかんないですけど、きっとね。D グループ応援するよ。お、嬉しい、ありがとうございます。 D よろしくお願いします。 D グループ なるほど、確かに今の作戦やったらお年玉2回もらえましたね。もらえましたね。詳細ね、まだだと思います。ケイトラも分かってないので。ほんまに全然分かってないけど、どうなるのかね、楽しみです。あ、でもね、今日会議はしてきて、いろいろグループ会議はしたんですけど、まあ何にも言えないから、まあお楽しみに。お楽しみにしていてください。そう、会議はしました。でも そう、グループ名も多分まだ言えないから、まあ楽しかったです会議は。なんからしくなったなって思いますね。らしい会議ができたのかなって思います。らしくなくない。らしくないくない。
会議ができました。なのでお楽しみにって感じでまあいつかは発表される、なのでそれまでねお楽しみに撮っておいてください楽しみはね、まあ、撮っとく方がいいので。楽しみにしててください。ねえ、どうなるんですかね。もう今はワクワクのワクワクを楽しむ時期ですね。このワクワクしてる感覚を楽しむ時期ということで、ルールね、ルールはルールとかあるんかなよくわからんけど、そうそうです、何が起こるかわからない楽しさを味わう時期ということで どうなるんでしょうかね。でもなんかね、今日会議してて本当に楽しみやなってめっちゃ思いましたなんか決まってからちゃんと話したの初めてやったんでね渚さんとは初めてですね、同じなんかチームというか、まあグループというかで活動させていただくのは初めてですね。この、もうこれを通してね、もっと仲を深めていきたいなと思いますね。いっぱいやっぱね、チームとかなんかそういうグループとか一緒の方が話しやすいっていうのは絶対にあるので、同じチームの方がやっぱり会う機会も多くて、そうだから話しやすいのでね、いっぱい話したいと思います。ケイトからね、ケイト本当にもうね、めちゃくちゃ人見知りする人なんですよ。そうだからほんまに話せへんくて、もう今でもめっちゃ緊張するぐらいに、ほんまに7期生にも6期生にも緊張するからそう、すっごいもうめちゃくちゃ人見知りします。全然普通に話しに行けないんですよね緊張しますね。同期にはしやへんけど、そう、確かにね先輩頑張って、無理です
無理無理無理ちょっと7期生から話しかけてきてくれることを待ちます待っとこうかな。後輩には年関係なくため口ね、それなんかもうめっちゃなんかめっちゃ迷うんですよね。なんかなんて言うんやろ、向こうのあのね後輩に敬語使われるのもちょっと気まずいしなんかそう、かといってケイトがタメ口で話すのもなんか嫌やしちょっとそう、難しいそれが。でもなんか7期生は割と話しかけてきてくれる子が多くて、一緒にそう写真とか撮っていただいたりそういっぱいなんかライブとかももう何回かね出させていただいてるんですけど一緒にはい、そうなんですよ、嬉しいですね。でも撮っていただいたりね、うん嬉しいですね。ゆずはさん、ゆずはさん本当にすごいので、もうコミュ力が高すぎて高すぎてすごいのでね、本当にもうケイトも最初の頃てかまあ今もなんですけどずっと人見知りで、あんまにずっとずっと話せへん人やから、でもゆずはさんめっちゃ話しかけてきてくださるので、確かにドラさんは人見知り多いかもしれないですね。結構割とうん7期生と比べると特にね人見知り多い気がする。だってドラさんでめっちゃ話せるのってななほちゃんとかれいこちゃんとか、まあなんか人見知りあんましやへんイメージやけど、あミラコもか、ミラコも確かにうんうん、うんうん、確かにハースちゃんもえどうなんやろ、ハースちゃんもでもあまり人見知りはそんなしてないイメージかな。ファンの方とはタメ口、なんか今話してる時みたいに一人で喋ってる時とかあとはなんか勢いに乗ってそのままタメ口になっちゃうこととかはあるけど、基本的にはあんまりタメ口は使えないですね。なんかそれめっちゃケイトが今一番悩んでるかもしれないレベルで悩んでることでそうなんかやっぱりタメ口の方がね親近感があるというか、なんていうんですかね、なんか距離が縮まる感じがするじゃないですか。けどなんかねちょっとそれはね失礼なのかなと思って、やっぱりこんななんかこんなねもう本当にガキンチョにそうタメ口で話されたらねっていう方もいらっしゃるかなと思って、ちょっとわからないので、わかんなくてそうなんかうんそれめっちゃ悩んでますね。だからたまにでもそのタメ口で話してって言ってくださる方とかいらっしゃって、そういう方にはもう許していただいてるということで、そう使わせていただいたりするんですけど、うん
感じです分からないですね。でもまあ自然とタメ口になっちゃったりすることもありますね。まあね、まあそれはいろいろあると思うのね。いろんなタイプのなんていうんですか、好みとかもあるやろうし、だから分かんないので、そうだから一応なんかそう、もしかしたらだからそのケイトの話し方のせいで距離感を感じちゃってるとかいう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういうわけではないのでご安心ください距離があるとかそういうわけではないので、そう、でも普通に、でも普通に話すこともあります。なんかやったーとかやったーとかって敬語にしようがちょっとないかなって思ってはい、だからそういう時はそうですけどそうやったーですっていうのはちょっとちょっとね、そう、なのでね、できないのはちょっとできないかなっていう感じなんですけど、まあね、そう、そんな深くねめっちゃもうって悩んでるほどの悩みではないんですけど、いやでも悩んでるんですけど、なんて言うんですかね、あの悩んでるんですけど、悩んでないんですけど、はいちょっとわかんないですね。悩んではいるけど悩んではいないみたいなそんなにまあ、重症ではない重症じゃないそんなになんかね、小さな悩みみたいな感じですかねはい、そうなんです。プチみたいな、プチ悩みみたいなそうです何言ってんの、本当にそうですよね。大丈夫ですかね。大丈夫じゃないですよ。そうですよね。まあかすり傷程度のなんかかすり傷っていうのかな、わかんないけど、あ、伝わってますか？よかったですよかったですね足の小指をぶつけたくらい、そんなくらいですどんなくらいですかねちょっとどんどんやばい溝にはまってる気がするので、そろそろ飛び抜けたいと思います。遊びに来たよ、ありがとうございますかなり痛いですね、小指をぶつけたら。今年はおみくじ引いてないんですよ。引いたんですけど、お正月には引いてないんですね。初詣は行けてなくて、けど一回廃材アートのやつで百音さんと引きました引きましたね。そう、ちょっとあまり良くなかったんですけど、まあ、だいぶ良くなかったんですけど
なんか下から2番目ぐらいの悪さのやつで、すごいもうコメント欄でバレてるんですけどね。ちょっとなんて書いてたかな、結んじゃったんですけど、だから今年は引いてないですね。だからおみくじ2021年は引いてないです。ことくじは引いたことあるんですけど、ことくじはなんかもう全部の画像が見たくて何回もやっちゃう。一回なんか一回で終われないんですよね、あのくじは。結局全部どの画像も見たくなっちゃって全部食べちゃうんですよ。だからなんかそう、おみくじにケイトの場合、まあ1回目はおみくじやってるんですけど、ちゃんとそれ以降なんかおみくじなのか何なのかって感じですね。おみくじなんですよ、おみくじなんですけど、あ、わかりますか、共感してくださってる、嬉しいです。そうなんかもうずっと押しちゃうから、これくじやんなって思いながら。そうでもすごい、あれ本当にすごいですよね。なんか写真もいいけど、その一言みたいなところもめっちゃ好きで、そう全部当てたくなっちゃうみたいな。そう全部集めたくなっちゃう。そうなんですよ、同じの同じ画像でいつも結構止まりがちなんですよね、何回やっても割と。だからやっぱり9時やからそういう運命なんやなと思って。そう気になっちゃってね、何回もやっちゃうあれは。本当にさすがこと様ですね。今年たこ焼き食べたって、今年まだ始まったばっかりなんですけど、今年はね始まったばっかりやけど食べてないですね、たこ焼き。まあ1年の間に何回か食べると思います。何の話かな。お餅ね、お餅何個食べたんやろ、ちょっとあんま数えてなかったですね。でもお餅は食べました。美味しかったです。ケイトはあんこお餅が好きなので毎年それを食べます。そう、もうなんか一時期なんかお餅習慣みたいな日があった。お餅ばっかり食べてる日もありましたね。なんかいろんなお餅、なんていうんですかね、焼いてる餅を食べたりとか、なんかいろんな種類のお餅食べた。そうお餅習慣みたいな。フルーツ大福、そう今年はフルーツ大福食べましたね。フルーツ大福、ケイトはいちご、もう王道のいちごが好きなんですけどね。どうしたらダンス未経験者でもケイトみたいにはなるにはどうしたらいい。ちょっとケイトはまあうまくはないんですけど、
ケイトもね、そのダンスもうバキバキに習ってたとかじゃないけど、まあ楽しく踊ることが一番ですね、きっと。楽しく、うん、踊ったらいいと思います。最近のダンスすごい、おお嬉しいね。自分がもう楽しくやりたいように踊るのが一番です、きっと。答えになってない、確かに。答えにはね、ちょっとこれはケイトはね、ダンサブルさんにぜひぜひダンサブルさんに聞いてみてください。でもあれですよね、ダンスや未経験者でもやってたらダンス経験者になりますからね。何言ってんのやろ。でもそういうことです。ウーカさんのダンス研究してんの？ウーカさんのダンス研究してるんですけど、でも結構いろんな方のダンス見てて、まあウーカさんを見させていただく時が多いんですけれども、でもなんかケイトはいろんな方のを見てます。いろんな方のを見て、なんかその曲ごとになんかいいなと思うのとか、やっぱりなんか、うん、なんて言うんですかね、全部いいんですけど全部いいんですけど、でもこの曲のこのメンバーさんのここが特にいいみたいなって結構探したら結構あるので、そういうのとかを盗んで泥棒です。盗んでます。そう、そうですね、盗んでます。そう、今はですね、今は告白の空砲公演でやっている未来の果実っていう曲がねあるんですけど、その曲のサビの千尋さんのステップがどうしてもあのステップがしたいのにできなくて今だから真っ最中です。研究真っ最中で、どうしてもちょっとあのね、あのステップはちょっとめっちゃ見てるけど、自分でいざやるってなったら、そう、そうなんですよ、千尋さんすごいですね、あの滞空時間が長くて滞空時間が長いんですよね、めちゃくちゃ。でもそれがなんかかっこいいんです。皆さんもちょっとぜひ見てください、本当にすごいので、もうめちゃくちゃあのね細かいんですけどすごいです。あとこの前の公演で言ってたミカニャンの鈴かけなんちゃらのやつもすごい可愛いので、それで一回ケイトがやろうとしたらなんかめっちゃ気持ち悪くなってどうやってんのやろうっていうのをね、そう見てるんですけどちょっと気持ち悪くなっちゃったから綺麗になんとか近づけるように、そうやろうと思ってて。
応援してます、ありがとうございますありがとうございます。そういうケットも誰かから研究されてるんかな。それはもしそうだったらめっちゃ嬉しいですね、すごい嬉しいそれは嬉しすぎます。すーちゃんが研究してるって言ってた。嬉しい。なんかずっと一緒に公園出てたけど聞いたことなかった嬉しい。でもね、すーちゃんの公園のケトはパフォーマンスもやけど表情豊かなところが好きで、表情豊かなところがめっちゃ好きですね。もう特にやっぱピンク色の世界とかめちゃくちゃキラキラですね表現力がすごいですやっぱりね、なんか初期の頃から一人ミュージカルとかやってたから、なんかそういうところでつながってるなってめっちゃ思いました。すごいなんか表現力すごいなって思って、思い返してみればそういえば一人ミュージカルやってたなと思って、そうそう、だからあーってなりましたそう、すーちゃんの一人ミュージカル見ましたよ。ケットはあの夕方 NMB さんで初めての時に一緒にいて、だから見てましたね。その時からもすごって、もうめっちゃなんかなんですかね、すごって思ってはいたんですけどあ、封印してるんやごめんなさい、それはちょっと申し訳なかった。あちゃーですね言っちゃった、なんかごめんね。まあもし見たい方がいらっしゃったらちょっと記憶を遡って思い出してみてください この話は今回限りですね。今回限りでもうね、あの封印でお願いします封印ということでお願いします。はい、封印ですもうこの話は以上ということで、ケイトの黒歴史は何やろ。多分きっと黒歴史はいっぱいあると思うんですけど、それが多分黒歴史だということに気づいてないことが多そうですね
だと思います。あんまりなんやろ、パッて思いつく黒歴史がないかも。多分皆さんの方が知ってるかもですね、ケイトより。いっぱい知ってると思います。ケットが秘めてる黒歴史はそんなにないと思うんで、だからそうですね、うん、コメントの方がいっぱい出てますね。すごい、こんなに黒歴史っていっぱいあったんやって今気づきました。自分で気づいてないっていうね。そう、こんなにやったんやって今思い出しました。割とあるらしいです。そう思ってないってことは拡散していいってことですね。移動じゃあ黒歴史で。分かんないけど。でも、あ、黒歴史何やったっけ。あ、思い出す。あ、そうや、ありますあります、めっちゃ最新のある、ありますね。YNN さんの24時間のやつでモノマネしたことですね。それも拡散されて、されると黒歴史です。ありました、そうや、ありました。それめっちゃもう黒歴史ですね。割と最近にありましたね。ありました、そうや、思い出しましたね。覚えていないからやってみて。ではもうそろそろランキング発表の時間がやってきましたので、ランキングを発表して終わりたいと思います。では13位からランキング発表していきます。13位、ラブリーケットさんありがとうございます。12位ペペさんありがとうございます。11位さやまるさんありがとうございます。10位カフェオレさんありがとうございます。9位やしちさんありがとうございます。8位おっくんさんありがとうございます。7位高槻のすうやんさんありがとうございます。6位ライフさんありがとうございます。あ、変わった。ということでもう一度いきます。13位ペペさんありがとうございます。12位おっくんさんありがとうございます。11位さやまるさんありがとうございます。10位高槻のすうやんさんありがとうございます。9位ライフさんありがとうございます。8位ササキングさんありがとうございます。7位カフェオレさんありがとうございます。6位キムコバさんありがとうございます。5位なんちゃんさんありがとうございます。4位ラブリーケイトさんありがとうございます。3位コバンさんありがとうございます。
2位久保さんありがとうございます。そして1位がふがしさんです。イエーイ、パチパチパチ。ちょっと途中でランキングが変わっちゃったんですけど、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。イエーイありがとうございます。スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、コメントをしてくださった皆さん、ありがとうございます。ハートハート。5番、だるま、ありがとうございます。たくさんたくさんありがとうございます。そして見に来てくださった皆さんもありがとうございます。BLT さんの BLT さんが1月22日発売で、そこに私も掲載していただいていますので、ぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。1月22日です。よろしくお願いします。あとおといたちさんの放送も1月にはございますので、また告知すると思うんですけれども、はい、ぜひそれもチェックしてください。そうです、ソロで、そうです、 BLT さんはソロで撮影していただきました。そうですね、ナンバトルもどっちだ、こっちこっち D グループ D でやっていますので、ぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いします。 D グループ D 推し、たくさんつぶやいてください。こっちかじゃじゃーん、こっちで合ってますね。たくさんつぶやいてくださいありがとうございました。それではまたいつかありがとうございます。こっちですね、合ってました。ありがとうございました。それではまた。